はい、どうも、すみません。今回ですね、やるやると言っておきながらね、全然やってなかった質問コーナー、返信しておこうかなと思います。はい、ということで、今回ね、前編と後編で分かれますので、まあ、前編はまあ朝頃に上げてると思うから、後編は、まあ、まあ、午後あたりにね、上げようかなと思ってますので、早速やっていきましょう。はい、じゃあ、こっちか。はい、まず、プニプニがやってるゲームを教えてください。じゃあ、まず、プニプニ以外は、原神、ダンジョンガールズ、オセロニア、東方戦野将かなと、東方ロストワード。まあ、この時点で5つ。で、ヘブバーンズレッド。PC でヘブバーンズレッドやってるので、6個目。で、スイッチは、妖怪ウォッチ1、妖怪ウォッチ4、ガーディアンテイルズ、スプラトゥーン3、ドラゴンボールヒーローズ、ワールドミッション、東方スペルバブル、妖怪 Y 学園、ドラゴンボールゼノバース2。で、ゲーセンは、ドラゴンボールヒーローズ。やっても、ドラゴンボールヒーローズの、筐体版やってるので、まあ、12種、13種ぐらい、まあ、ゲームやってるかな。うん、で、PC ゲームもね、今後増やそうかなと思ってまた増えますね。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。はい。トリプルゼータ、トップ5。トップ5。難しいな。ということで、じゃあ、トップ5は、そうだな、まあ1位は、まあ間違いなく、まあ花嫁優、まあどこ使っても絶対に腐らない。で、2位は俺カイラ持ってないからあれなんだけど、ガオカイラだと思ってください。はい。ね。ガオカイラ持ってないから、ランキング載せんなとか言わないでくださいね。はい、しばきます。しばきます。で、まあ3位は、まあハイバラ。まあ2位と3位はほぼ変わんない気がするけど。で、4位は、まあ誰が使っても強いムサシ。で、5位が悩むんだよね。5位が大量消しなんだけど、大量消しだとね、この辺。まあ、あとは、まあ、これ。なんだけど、まあ、俺はやっぱ一番使ってんの多いから、まあ、夏音かな。うん。夏音がダントツで使ってるような気がするから、夏音しますか。うん。夏音もね、まあ、めちゃめちゃ強いからね、こいつも。貫突できたし、で、まあ、技ゲージ残るし、サイズアップも持ってるから、まあ、めちゃめちゃ強いよねって話です。めちゃめちゃ強い。うん。まあ、プリチーパー必須だね。だからまあこんな感じかな。1位、2位、3位、4位、5位。まあ俺はね、どこを使っても絶対に腐らないようなキャラが大好きだから。まあちょっとレベル解放あれなんだけどさ。ポイントがあれだから。なんだけど、やっぱね、なんかどっかしらの性能が欠けちゃうと、まあ好きとは言えないかな。でまあサマエルとかもめちゃめちゃ使ってるから、ランキング乗せたいんだけど、トップ5に入るほどじゃないかなと思って。なんでかって言ったら、フィーバー街と周回だとめちゃめちゃ強いんだけど、ただね、問題があってね、フィーバー内攻略だと、プリチーだと劣るから、まあ、ナイトニアーサーとか、まあ、あとはそうだね、まあ、ジョッコカッパちゃんとかその辺の方が強いかな。で、この、カスなんですけど、まあ、これね、真面目な話すると、まあ、強いっちゃ強いんだけど、単体性能がまあ弱いんで、まあ、ここのまあ5体、まあ、各4体は、まあ、単体性能も組み合わせ性能もめちゃくちゃ強いんでね。やっぱ組み合わせてなんぼのキャラは、まあ、やっぱ単体性能と、まあ、両方とも強いって性能には劣るから、まあ、これだってね、フィーバーゲージ溜まりやすい持ってるし、出力アップも持ってるし、本来ならね、持ってるし、これだって、デカブリ開幕から降ってきて、サイズアップもするし、繋げやすいと開幕チャージ、技ため、で、まあ、これも、まあ、似たような感じで。まあ、だから、なんかしら刺さるんだよね。この答えは。そう。まあ、他にも強いのいるけどね。なんかこんな感じですかね。ということで、じゃあ次行きましょう。はい。次に来る新スキル予想。個人的には、まあ、なんか、全員の、来たらやばいんだけど、全員の妖怪の技ゲージが 5% 溜まった状態でスタートとか小学生並みの考えだけど、うわ、なんかワンチャン来そうだからなって思ってます。はい、来そうかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ次行こう。はい、なんで名前数字なんですか？アンド、なんでプニ名、トランクスなんですか？まあ数字は特に意味ないです。適当っす。はい。で、トランクスは、ドラゴンボールの、ドラゴンボールで出てくる、キャラクターの登場人物ですね。トランクス青年期、まあ、未来とか。まあ、まあ、そのキャラですね。まあ、有名なんでみんな知ってるっすか？みんな知ってるかな？うん。ということで、じゃあ次行きましょう。全体ランキングと種族制限、スコア上限があればスコアったらやる気出ますか？種族制限さえあれば、やる気出ますね。あれね、スコア上限はね、個人的にはなくてもいいと思う。いや、それはダメか。まあ、そうだな。まあ、敵一体につき、まあ、1フィーバーにつき、まあ、そうだな、100億。
まああって200億かな。100億から200ぐらいで、まあボーダーつけてもいいんじゃないかな。まあ制限、まあ上限か。上限つけてもいいんじゃないかなと思ってます。で、全体ランキング、個人的にはね、俺実はね、全体ランキングよりも、リーグ制の方がすごい好きなんだよね。そう。チーター気にせずに済むんだよね。あ、これ、フレンドさん、あれね。フドライザーカンスね。フドライザーカンスね。で、あと俺さ、一番気に入ってるのが、あ、びっくりした。で、やっぱね、ポイント制のね、この非電子交換とか、あとまあ、巻物なしとか、そういうのね、やっぱ気に入っててね。あとね、少人数だとね、チート気にすることないからね。チートマジで気にしなくていいからね。なんか50位制に、まあ50位、まあリーグ制になってからさ、なんかチーター減ったかなって体感思ってんだよね。全然遭遇しないし。そう。まあいるにはいるんだろうと思うけど、なんやかんやさ、バンされてると思うから、まあ、全国ランキングより、もう、運営さんからすれば、リーグの方が対策しやすいんじゃないかな。うん。まあ、際どい人もいるけどね、中にはね。うん。なんだけど、まあ、俺はリーグの方が好きだから、まあ、全国にしなくてもいいかなと思ってます。全国はまあ、そりゃね、全国何位って言ってんの嬉しいんだけど、嬉しいんだけどね。ただ、微妙かな。うん。まあ、わざわざ戻す必要はない。だったら、もっと新しい仕様に変えてほしいかな。うん。ということで、じゃあ。次行きましょう。はい。バフなし500万。なんかどっかの皇帝さんが似たようなことやってたような気がするけど。はい。ということで、じゃあ、スコアトで、じゃあ次かね。スコアトで使って、一番使ってて楽しいから何？もうこれ簡単です。めちゃくちゃ簡単です。はい。もう言うでもないかもしれないね。もはや。まあ、俺の動画見てくれてる人はわかるでしょう。ニョロロン、ニョロロン。違う、武器みたいにニョロロン。はい。アンブユーです。はい。アンブユーです。あ、めちゃくちゃ楽しいね。これはマジで楽しい。はい。アルコールカスループとかね。あとは、まあ、ブルシュカよりも圧倒的にこっちの方が楽しい。マジで楽しい。まあ、使うとめっちゃ難しいんだけどね。まあ、やっぱこれは、まあ、個人的に一番気に入ってる。うん。そう、結構動画もね、見てもらえたからね。なんやかんや、楽しい。これはなんやかんや楽しい。プライベートでもね、たまーに使ったりするし。やっぱアンブユー最高っすね。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。次は横付きあるイベントで最後まで横取りできないから裏捨て交流ができるんですけど、その時はどうすればいいですか？まあ課金すればいいって言いたいんだけど。まあ、まあ横取り成功させる方法とかは、まあやっぱ、まあ今回あれなんだけど、横取り落ちるステージがないんだけど、やっべ、めっちゃ眠い、めっちゃ眠い。まあ、例えばね、アルミンのステージが今回チケット落としますと、いうことならば、まあ、アルミンのとりあえずね、まあ、周回しやすい、まあ、周回しやすいように、まあ、購入するのが一番いいかな。まあ、今回で言うと、味方の巨人のアニーだね。とかを入手して、ひたすら周回してチケット落としまくって、で、まあ、横取りゲットして、まあ、封印させるとか。まあ、あとは、まあ、この中のね、強敵ステージで、まあ、体力封印できるキャラがいる、ここを倒すと体力封印できますとかいう場合だったら、まあ、そいつ倒すために特攻入手するとか、まあ、無特攻で頑張るとか、そういうのして、まあ、やれば、まあ、比較的難易度は、まあ、クリア成功率上がるんじゃないかなと思ってる。うん。そう、封印ステージの勝てるチャンスがね。そう、まあ、実際ね、まあ、何回も何回も経験してね、やった方が一番いいっちゃいいんだけど、手っ取り早いのは課金なんだけど、無課金でやるんだったら、まあやっぱ横取りチケットが落ちるステージのキャラと特攻入手して、まあ、周回するのがまあ一番いいんじゃないかな。うん、まあ成功率は。そう。もうね、攻略、もう横取りできなかったら実質攻略できないみたいなもんだから。まあなかなか厳しいっすね。まあ難易度高いからね、プニプニはね。まあしょうがない。ということでね、じゃあ次、ラストの質問ですね。はい。前編ラストの質問。はい。アルルが好きですか？好きな人いるんですか？ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。俺ら嫌いじゃん。ということで、ありがとうございます。本日以上になります。まあ、前編はね、まあ、こんな感じかな。ということでね、後編ね、お楽しみください。待ってくださいということで、以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは。